はいどうも、屋台でトウモロコシ売ってます。みたいなね。はい、おじさんです。テ山ザー放送、鉄尾です。よろしくお願いします。本日もやらせていただきます。えー、12月、まあ、第1週目終わりということで、繁忙期でございますね。えー、皆さんの会社も、まあ、あの、暇だ暇だと、不景気だと言いつつも、やっぱり12月繁忙期で、えー、忙しく走り回ってらっしゃることだと、えー、思います。もう、仕事なくて暇だよ、みたいな。事務所で缶コーヒー飲みながら、あの、タバコ吸って悪口言ってるみたいな会社は、そうそうないと思います。 やっぱり12月だ、どんなに不景気でやろうとも、やっぱり忙しくバタバタする時期ですので、やっぱりこう、うん、時間にこう追われて、もうイライラしたりとか、あの、よくわけわかんないこのね、乗用車、レジャーがどうとか、まあそっち一般の人はもうでっかい車が右行ったり、左行ったり、何やってんだよ、みたいなのとか、いろいろお互いに、お互いに言いたいことはあると思います。ただ、やっぱり年末に事故したらつまらんことでございますので、えー、心に涙出ずに そして、プロの運転手、ドラッグに乗ってる方は、一段も二段も上に立ったつもりで、えー、やっぱり、俺らはプロの運転手だからなと、えー、一旦こう、呼吸を整えて、えー、波立てずに、波だったら、もしね、心に波が立ったら、えー、一旦一呼吸を置いて、その波をこう、さっと、えっ、ー、と、波にしてですね、えー、まあ、走って、えー、仕事をこなしていただきたいなと、もう本当に何度も言うようですけれども、 年末に事故したらつまらんですよ。本当に。あの、前ね、勤めていた僕会社でね、もう年末の30日だか29日だかに、あの、人身事故を起こしたトレーラーのおじさんがいました。あの、年末。 年末年始をね、あの、まあ、警察の、えー、その要は留置場っていうんでしょうか、その、まあ、警察署内の、えー、そういうところで、そういうところでね、こういうところで、えー、過ごさなきゃならないということになったら、本当に家族も、あの、つまらん気持ちになりますし、自分自身も、やっぱ年末ゆっくりしたかったのになっていうのに、やっぱりそういうところに入れられてしまうと、やっぱり、ね、気分も盛り上がらない。そしてもちろん犠牲者の人も、なんでこの年末に そう、ってくを、まあ、誰も得しませんので、えー、やっぱり、うんあの、みんな、えっ、ー、と、こう、いい正月を迎えられるように、うん。<laughs> <laughs> まあちょっと上から言ってるようで申し訳ないです。はい。えー、安全運転しましょうということを言いたかっただけでございます。えー、そして、繁忙期なので、もう一回同じことを僕は繰り返し言いたいと思います。えー、繁忙期でね、もうあの、忙しいからとりあえずやれみたいな感じで、あの、やるんですよ。もちろん、あの、皆さん真面目な運転手さんですので、あの、もうとにかく仕事終わんないからやれよ。てこう、やるわけなんですよね。えー、ただね、やっぱ繁忙期で忘れちゃうことはあるので、僕は、あの <laughs>、会社の社長さんからすると、余計なこと言いやがってという もう1回言いますよえ、やっぱりあの、一年で一番あの、忙しい時期なので残業をたくさんします。はい。60時間を超えた残業に関しては50%割ります。これは法律で、もう、かっきりと決まっております。はい。なので、来月の給料、ちゃんとあの、チェックしてくださいね。えー、1月の給料ですね。まあ、えー、12月分にやったのが、まあ、末までなのか、25までなのか分かりませんけど、12月にやったらもう、繁忙期で残業じゃんじゃんして大変だったくそ、忙しかった。 よし、なんとか乗り切ったぜという12月の給料は1月に出ます。1月は、えー、残業代がもうたくさん乗っかっててもうウハウハですと。えー、そういうことになりますね。そして、まあ、えー、会社によっては1月か2月か年末調整のお金がね、えー、とちゃらんと返ってくる会社もあると思います。えー、それで、お年末調整お前結構返ってきたな。うん、よかったな。みたいな。あ先月残業もたくさんやったし、うん、ウハウハだね。よかったね。みたいな感じで、あの、ごまかそうとする社長さんたくさんいますけれども、えー、残業代は60時間以上やった。 終わりましこれ乗っかっかかかててるかどうかちゃんと確認してくださいえー、そして、夜間。えー、夜間やった場合ですね。まあ、深夜帯のあの仕事の方もいらっしゃいます。あの、僕はもう深夜帯しかやりませんよ、みたいなそういう方もいるので、深夜帯の、えー、と25%増しはそのまま別に消える、どっか行っちゃうわけじゃないですよ。<laughs> はい。あのーや、やっぱりその25%は25%で残ってますので、えー、深夜帯で、もし、それで60時間を超えた残業に関しては、深夜帯の25% えー、そして、えー、60時間を超えた残業は、えー、50%以上の割増なので、都合を75%以上の、えー、割増が乗っかっているのが当たり前当然、えー、ということになります。もう当然中の当然。あの中島があの。 え、野球に誘いに来るぐらい当然ですね。え、それが乗っかってないのは中島がサッカー行こうぜってカツオに言うのと一緒ですから、え、そんなことはまあありえない。ありえないんですよね。え <laughs>、なので、え、75%以上乗っかってるかどうかを来月の、えー、給料明細できちんと確認していただきたいなと。ね、だから僕は企業から嫌われると。はい、上等だぜみたいな。<laughs> <laughs> えー、だって、嫌うっていうことは払いたくない、払わない、払い、<laughs> ねってことでしょえー、だから、あの、定山放送っていうのはいい男だねと、あの、社長さんが言うような会社はいい会社だと思いますよ。はい、ここら辺であの、判断していただいてもいいんじゃないでしょうか。あの、自分のところの社長にね、定山放送っていう YouTuber はいるんですけど、社長知ってますかって,言っ,てで言った時に、 じゃあ、みたいな。あ、お前、その名前出すな、みたいな。も、ま、う、あ、あの <laughs>、名前を聞くだけでもイライラするっていうような社長、世の中にたくさんいますので、えー、そういう社長は、あの、インチキしたいんだろうなと、インチキしてるんだろうなと、えー、あの <laughs>、お金ちゃんとくださいねっていう、えー、ごめんなさい。なんか、前置きがえらい長くなってしまいましたけれども、えー、今日はね、あの、厳しい時代になりますよということで、ちょっとだいぶ前置き長すぎましたね。5分以上、6分くらい喋ってますね、えー。これからちょっと、あの、倒産多くなりますよ。また社長には嫌な話題 ですけれどもえー、これね、あの、運送会社の、えっと、倒産が、えっと、もう過去一伸びてます。伸びてるっていう言い方変ですけど。 まあちょっとヤフーからニュース引っ張ってきておりますね。はい。えっ、ー、と、これ、あの、運送業とは関係ない、えっ、ー、と、一般の企業さん、えぇ、ー、負債1000万未満の企業、えー、企業倒産46件ということでね、えー、ものすごい件数が倒産していってます。えぇ、ー、11月。<laughs> そしてですね、2023年の1月から11月の累計は440件。はい。これ、あの、前年の年、前年の年間のトータルをもうすでに11月の時点で超えてます。はい、倒産件数。えー、もうバタバタ。これ、まああの、 一般の企業さんも、あの、含んでの、えー、倒産件数なんですけれども、えー、負債1000万未満の企業倒産ということで、もう会社の体力全くないよと、えー、そういうことになりますよね。そして、まあ、あの、ちっちゃい会社、えっ、ー、と、たくさんも、あの、もう <laughs>、もう無理だみたいなね、えー。そういう感じでも、あの、潰れていってます。えー、そして、えっ、ー、と、こちら、運送業、上半期、えっ、ー、と、ね、倒産件数136件、えー、ということで、<laughs> えーと、道路貨物、えー、道路貨物運送業の倒産。えー、2023年の上半期ですね。1月から6月までで136件。えー、これが前年同期比で19.2%も増だと。えー、こういうことでね、上半期としては3年連続で前年同期を上回った。えー、そうです。えー、そして、この、あの <laughs>、えー 136件というのは、2014年以来の10年間で、えあのまあ、2番目に多い水準ということで、運送業がもうあのバタバタ潰れてってますよと。えこれ上半期だけなので、え下半期も合わせると、まあ、ものすごい数の運送業が、えっと、倒産していっておりますえという。これ、あのまあ、ニュースで <laughs> かっきり数字が出ているので、え今のは、えっと、運送業の方は東京,東京商工リサーチのえニュース引っ張ってきておりますけど。 けどもえー、負債総額が増えてますよとということで、えーまあ、中小企業も倒産、えー、まあ、個人零細も倒産、えー、倒産、倒産していると、えー、そういうことで、皆様の会社は大丈夫でしょうかえー、年末でだいぶね、こう、あの、忙しいとは思いますけれども、あの、もう年末でお金をかき集めて、えー、来年ね、えー、年始に、あ、けました、おめでとうございます、みたいな感じで会社行ったら会社、何にもなかった。 たみたいなね、えー、社長が年末の売り上げ持ってあのトンズラーこいちゃったみたいな、えー、そういうこともあるかもしれませんので気をつけて、えー、見ていただきたいなと、えー、これが示すのは何かというと国の政策が何にも聞いていないということになります。えー、まあ、もちろんその燃料高、政府は何の対応もしていませんよね。えー、そしてまああの物価高、えー、まあ、<laughs> 物価高っていうのはま世界情勢なんかもねいろいろこう絡んでくるので、えー、ちょっとなかなか難しいところではありますけれども何の有効な政策も打ててないので。 物価が高止まりしてえー、結局やっぱ人件費も上がってるわけですよねえー。そして、あのー、人手不足、人手不足を解消するには、やっぱりある程度のまとまった。賃金を出さなければ人ってのは集まってきませんえー。ある程度。 生活成り立つ額以上じゃないと、これ、成り立つ額ギリギリじゃなくて、成り立つ額以上の水準、水準の、要はお金が出ないと、人っていうのは絶対集まってこない。これま、あの、経済学の理念として当然なんですけども、なので、前回か前々回か、あの、北海道のバス会社もね、求人募集 <laughs>、あの、出しました、ここで。月給が15万7千円から18万8千円とかね、十15万7千円で、大の大人が朝から晩 まで働いて足りるのかっていう話じゃないですか？バス会社はもっともっと厳しくなります。えー、なので、トラックの方はまだマシとはいえ、これだけ倒産件数が増えているということは危機感を持ってあの自分の会社大丈夫かなと。冷静な目で見守る必要があります。そしてちょっとでも怪しいなと思ったら、もう次の会社探しとくぐらいがちょうどいい。もうあのインスタント写真いって、自分の8枚のあの写真を撮ってちゃんともう切っておくぐらいの <laughs>？ もう、いつでも、あの、面接行けるぞぐらいの、えー、そういう準備は、まあ、必要かな、と、えー、思います。そして、今、繁忙期で忙しくしているので、えー、なんとなく大丈夫っぽいな。そして、あの、ボーナスも、えー、なんか、だいぶ減ってるような気もするけど、一応出たしな、と思うじゃないですか。えー、思うんですけれども、やっぱ、それって繁忙期だから、なので、そして、運送業、やっぱり1月、2月、えー、3月、暇です。えー、なので、そこで暇になってくると、うちの会社、いよいよ危ないかな、みたいな感じになってきますので、えー、なるべく早く あの沈む船かからは飛び出した方がいいいなと、えー、思います2024年、これね、もっともっと、えー、倒産件数が増えると僕は思っておりますし、えー、2024年から、えー、まあ、下半期から先は多分、えー、僕としては、荷主さんの方の倒産が増えるとよん見ております。えー、これやっぱり運送業者がだいぶ減ってますので、えー、その運送業者が減ってるということは、荷物をね、あの <laughs>、運んで、運んでもらう、えー、荷主さんの方が、あれ あれは、あの、あの会社もこの会社もどの会社もみんないなくなっちゃった。でもうちの荷物運んでもらわないと売り上げ上がんない、えー。ただ、いい業者に出すと運賃が高い、えー。ということで、やっぱり高くてもな、どうしても、あの、やっぱ商品にこう、値上げしたとしても商品、えっ、ー、と、自分のところで作ったものは運んでもらわないと、あの、その荷主さん側が回らなくなってしまいますので、えー、なので、あの、運送会社としてはこれからだんだん良くなるよと僕が言っているのはそういうことなんですよ。 えー、なので、荷主側が潰れていってほしい、えー。そこまでの危機感を煽らないと、えっ、ー、と、やっぱりダメな荷主っていうのはもう変わらない。そしてもうダメな荷主、変わらない荷主はもういらない時代になります。えー、なので、これから2024年、多分運送物流、すごい厳しくなると思います。けれども、もうちょっと踏ん張ってください。えー、2024年を超えて2025年ぐらいになれば、えー、インチキ臭い運送会社、みんな淘汰されます。えー、2025年、えー、下半期 ぐらいになれば、えー、インチキ臭い、うん、もうあの俺様最高みたいなあのジャイアニズムの塊みたいな荷主さんはだいぶ淘汰されていなくなります、えー。そしてまともな会社にまともな労働体系でまともな運賃を支払って運んでもらわなきゃやっていけないよという、えー、そういう感じになりますのでだいだいぶ浄化されると、えー、思います。これはあの国がどうこうするから浄化されるわけではないですよ。えー、だんだんそういう風に流れ、うん、流れていく、えー。要は一気にドーンと物価が上がるもしくは 下がるみたいなあとはまあトリガー発動しますみたいな、えー、まあ発動したって一ヶ月二ヶ月みたいなちょっとわかんないですけどあの劇的に変わることってやっぱりそうないと思いますそれであの国の出しているまあ方策とかあの結局こう木を見て森を見ないみたいなあのそういうことばっかりやってるわけじゃないですかあの結局変な例えですけどあの車の事故が多いどうすればいいじゃあ車乗んなきゃいいじゃんみたいなあのそういういや根本の原因はそこじゃなくて。 あの、やっぱ、高齢者が、あの、多くなってくるから、それを、あの、ちゃんと、毎年、こう、あの、ね、免許センターで、えー、こう、適正見ましょうとか、えー、そういう、うん、ちゃんと根本のところを改善しないと、あの、事故は減らないんですけど、まあ、車の事故多いんだったら、車乗んなきゃいいんじゃないみたいな、そういうところしか出してこない。えー、例えば、25メーターの、あの、連結のトレーラーで、こう、透明、透明高速だけですけどね、あの、走らせると、えっ、ー、と、1人で2台分 <laughs> 運べるみたいな、あの、 そういうのありました。あの25メーター強化になりました。まあ何年か前にね。はい。えー、じゃあこれでもうあの2台分いけるね。もう人が半分になるね。みたいな。それでもう終わっちゃうんですよ。 ねこれってあの、木を見て森を見ないというか、<laughs> 25メーターの連結トレーラー乗れる人どんぐらいいます <laughs> そして25メーターの連結トレーラー、あの、止めるとこないですよ <laughs>。やっぱ、運転してる人もやっぱおじさんですから、あの、飯も食うし、昼寝もするし、ヘもこくし、山岡屋も食うんですよ。えー、なので、止めるところもない、そんなトラックで誰が仕事するっていう話になっちゃうじゃないですか。あの、なので、あの、国の方としてはもう許可出したからよし、これで倍運べるね。うん。 みたいな人は半分だねみたいなことになってますけど何の解決にもならないねだから増えてないじゃないですか何年も前にその烈血トレーラー許可になったけど全然増えてないと思いません <laughs> まあ全然っていうかたまたまちょいちょい見るようになりましたけどまだまだ全然あのこの人手不足の解消とか、えー、2024年問題の解消には全く足りていない台数だと思いませんか <laughs> えそして自動運転ね、えー、自動運転レベル4ですかまだまだ話になりませんその技術 いつも話にな,りな,ならなければ法整備すらもまだまだ全然やっていない状態です、えー、なのでこんなもんはまだあの解決策にも何もなりゃしないそして国の上の方が出してきたのは、えー、宅配ボックスを普及させよう、えー、無料表示をやめるように言おう <laughs> これ無料表示をやめるじゃないですからね無料、えー、配送料、えー、送料無料の表示をやめるようにあの。 ちょっとお願いしよう、みたいな、そういうことですからね。はい。えー、あとはね、置き、き配推奨。えー、置き配してもらったお客さんにはポイント付与しましょう。ね。2024年問題解決しないでしょ <laughs> はい。解決しないよ。<laughs> こんなんじ解決しようがないぜ。みたいなね。もう笑っちゃう。<laughs> もうね、あの、出てくる、あの、方策が、もうちっちゃすぎて、えー、なんでしょうね。あの、バケツで海の水をか、あの、かあの、かき出すみたいな、あの、そんな感じですよね。あの、全く何の、もうへのすっぱいにもなりゃしないような、あの、そんな政策ばっかり出すわけじゃないですか。 そして結局燃料は高い、物価は高い、えー、そして運転手はいない、えー、そしてまあおじいちゃんばっかりみたいなね、えー。まああの若い運転手がいる会社はやっぱそれなりにちゃんとしたまともな会社たくさんありますので、えー、そういうところは固い商売でこの先もずっとの残っていくし、えー、そういうまともな会社はやっぱり新しいお客さんも、えー、どん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 向こうの方から寄ってくるという、えー、そういう時代にこれからなりますが、えー、2023年の終わり、そして2024年、えー、いっぱいぐらいが一番嘘 物流バタバタして一番大変な時期だと思いますので、ここを皆さん乗り越えていただきたいなと、えー、思います。はい、えー。ということで別に何のあの落ちもないですよ。<laughs> 何のオチもないんですけれども、今、あの、繁忙期でね、えー、大変だとは思いますけれども、えっ、ー、と、しっかりと自分の会社、この先大丈夫かなと、えー、見ながら、うん、あの、注意しながら、えー、お仕事をしてですね、あとは、ま、事故を起こさないように安全運転で、そして、運転手が、やっぱこれから、あと1年ぐらい心がけること、えー、これはですね、もうあの、世の中どうなるかわからないので、えっ、ー、と、最終的にはですね、自分を高める方に、え、時間を使いましょう。お金を使いましょう。なので、結論、えー、ま、最終的な着地点としては、 免許を取りましょう。もうこれです。はい。もうあの、自分の会社がどうなるか。もう社会的にどうなるか。世間がどうなるか。運送物流業界がもうあの、ごっちゃごちゃになる。えー、そしてまたやっぱりね、あの、元に戻っていくので、そういう時に自分が損をしない立ち回り方ができるように、免許を取っておくこと。そして、ちゃんと経験を積んでおくこと。免許を汚さないこと。えー、そういうことで、あの、やっていけば、 あの自分は自分自身を守ることはできます。えー、なので、例ええ今の会社が、あの、潰れて、えー、まあ,あの、何もなくなったとしても、親会社に車ごと、あの、買い取ってもらえるみたいなパターン結構たくさんあります。やっぱ親会社も荷物運ばないといけない。そして一から車も買って人もあ、あの、雇ってっていうのは大変なので、えー、やっぱあの、統合とか合併とかもありますし、親会社に吸収っていうパターン結構あるんですよ。えー、なので、あの、この吸収でも、親会社の方もちゃんと データ見て、この人はあの遅刻とか欠勤とかしてねえなと、あの、要はお客さんのクレームないなとか、あの、歳は若くていいな、免許たくさん持ってるなと、そういうデータから、あの、あの、 えっと、上の方は判断しますので、えー、そういう時に、あ、君はいらない、みたいな <laughs>。そういう風にならないように、親会社の、あの、きっちりとしたシステムで、あの、合致するような、ちゃんとした人材に自分を成長させるつまり何度も言いますけど、免許をきちんと取っておく。えー、そういう、あの、使わないな、いらないなと思っても、あの、例えばガスの免許とか、えー、オツヨンの免許とか別に乗るつもりねえし、いらないなと思っても、一応免許っていうのは自分のもの、な、何が、 いつ何が自分を助けてくれるか分かんないので、えー、一応取って持っておきましょう。はい。えー、免許を取っておく。そして、えー、経験をちゃんと積んでおく。えー、トレーラーならトレーラーに、まあ、乗って乗れるようにしておく。そして、まあ、えっ、ー、と、乗れるようになったら、あとは別に2トンでも4トンでも、あの、自分がやりたい仕事をすればいいんですけれども、あの、パッと転職になった時に、トレーラー、あ、自分大丈夫ですよ。乗れますよ。はい。あの、経験1年あります。みたいな。あそうなると、親会社の方でも、あ、いいね。じゃあ、ちょっとうちでトレーラーになっちゃうけどいいみたいな。 給料は1.5割増しぐらいになるけど大丈夫だよねみたいな感じで、えー、取ってもらえたり、えー、そして、あの貧困法制にちゃんと <laughs> ちゃんとあの事故を起こさず、えー、その事故を起こさずきちんと、えー、キャリアを積み重ねておくことこそが重要になりますので、えー、皆さん頑張っていただきたいなと、あと1年ぐらいバタバタすると思いますが、えー、まあ、2024年問題ね、バタバタしてれば、してればこそ、えー、僕ら YouTuber の仕事もあるということで、<laughs> <laughs> どっかがね、やっぱ盛り上がればどっかが盛り下がる、えー、役もあるということでね。はい。あの、来年も、えー、テーザー放送よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。ありがとうございました。ごきげんよう。